我々兵庫県姫路市姫路駐屯地からやってまいりました、姫路白鷺太鼓と申します。我々姫路白鷺太鼓ですね、平成2年6月に白鷺太鼓保存会として、発足いたしました。現在部員は30名、本日は12名での演奏となります。我々姫路白鷺太鼓の名前の由来につきましては、我々が駐屯する姫路駐屯地、その姫路市が、有する、国宝姫路城ですね。姫路城はその白さから別名白鷺城とも呼ばれております。そこから名前をいただきまして、姫路白鷺太鼓というふうに名付けられました。それではですね、曲の、説明に移っていきたいと思うんですが、我々が演奏する曲は特化龍神太鼓という曲です。我々、姫路白鷺太鼓は、野戦特化と放射特化という2つの職種の隊員から、編成されております。ですので、その、特化の主要装備であります、FH70 や、タンサム、キンサム、こちらの射撃の様子を太鼓で表現した曲となっております。まだその様子を思い浮かべながら聴いていただければなというふうに思います。それではお聴きください。特化龍神太鼓です。